ブリエッタ植付け後、約1ヶ月。ブリエッタは、第一園芸が開発した、少林高の補福性を持つペチュニアの商品名で、ナスカの一年草植物である。2013年までは、第一園芸で販売を行ってきたが、2014年より、他品種17種と共にサントリーフラワーズに販売が移行した、ペチュニアを一新したスーパー品種。この品種の出現により、 日本でもペチュニアの花断食が可能になったと言っても過言ではない。日本の厳しい風土にも合う品種である。特徴は成長力が旺盛な点にあり、一株の苗が植え付け後わずか2ヶ月ほどで70から100センチメートル幅以上にもに成長し、その高い補服性と相まって強いボリュームを持つ。また、特にピンチを行わずとも自然と枝分かりしていくため手間がかからない。 高温多湿や低温にも比較的強く、大病性が高いなど優れた特徴を持つ。開花期間は4月から10月である。10月から11月に株分かれる。花は小さめで、ミリオンベルほどであり、見た目は区別がつきにくい。褐色は暖色系から寒色系まで揃い。現在、ミッドナイトベルベット、ナチュラルイエロー、ワインベルベット、ベビーピンク、デュエットローズ、 パープル、デュエットバイオレット、アメージングブルー、ホワイトの全球色がある。また、ブリエッタにはバラ咲き品種であるブリエッタローズがあり、80咲き品種でありながら、少林多化性を実現した。そちらの方は現在ピュアホワイト、ライラックブルー、ビビットピンクの3色がある。欠点として特に動ク集のする品種がある。 花壇ではあまり気にならないが、鉢植えでは気になることもある。一株で十分に大きくなるので、結局は安価であるが、一株の値段は、ペチュニアとしてはかなり高い方である。ペチュニアは通常、株元が埋まるまでピンチ切り戻しを繰り返し、脇芽を増やす方が良いが、ブリエッタは、苗が小さいうちにピンチを行うだけで、たくさんの花をつける。また、花柄は、自然に落ちやすい。 ブリエッタローズに関しては、花柄が,が落ちにくいため、病気予防の観点から、花柄つまみを行う。乾燥気味に管理し、乾けばたっぷりやる。過失は病気の原因になる。油虫、肌荷などが発生しやすい。オルトランにて予防する。うどんこ病、灰色カビ病には、トップジムエムカロブラールを散布。刺し目で簡単に増やせるが、品種登録品のため、営利目的での増殖。 販売、譲渡はできない。詳しくは、農林水産省のホームページで、サントリーフラワーズ公式サイト、花内商品取り扱い開始のお知らせ、2020年5月21日へ閲覧、ありがとうございます。